人用、板谷由香、ラ、振動家の復讐が実行開始、ブラックファミリア、第2話あらすじ。俳優の板谷由香が主演を務める、読売テレビ日本テレビ系プラチナイト木曜ドラマ、ブラックファミリア振動家の復讐、毎週木曜51時59分の第2話が、今日12日に放送される。それに先立って、場面写真とあらすじが公開された。ブラックスキャンダル、ブラックリベンジに続く、読売テレビ制作、ブラックシリーズ第3弾。実業家、早乙女秋代、平山雄介のホームパーティーの流出映像をきっかけに、女子高生、リリア、星野ゆなが不審死を遂げ、母の振動一陽、板谷や家族が復讐していくミステリー。実業家一家に近づき、壮大な、なりすまし計画を進めていく。振動家は、愛するリリアの死の真相解明と復讐を誓った。ターゲットは、早乙女ホールディングス社長の秋代を当主とする早乙女家。彼らがリリアの死に関わっているのではないか、と疑う一陽たちは、早乙女家への潜入を画策する。一陽の弟、ユーマ、森崎ウィンは、早乙女ホールディングス創業者で秋代の父、泰造、小野武彦、について調べていた。泰造は、早くに亡くした妻、美代子を今も忘れられないでいるという。一葉は、夫の康介、山中隆に美代子と似せたメイクを施してもらい、泰造に近づく。泰造が一葉に美代子の面影を重ねるように仕向けるという作戦だった。ジャーナリストになったリリアの姉、サナ、渡辺理沙は美代子に関する情報を集め、一葉の手助けをする。狙い通り、泰造は一葉に心を許すようになる。一葉は泰造に頼まれて、美代子がよく作っていた郷土料理を早乙女家で振る舞う。その味は、早乙女家の人々を満足させる。一葉の料理が気に入ったレミ、筒井真理子は、友人を招くティーパーティーの軽食を一葉に任せる。一葉が早乙女家への潜入に成功し、やっとここまでたどり着いたと喜ぶ振動家。リリアを失ってから1年が経っていた。そんな中、サナが新情報をもたらす。リリアが学校の屋上から転落した時に康介が見た人影は、担任教師の高瀬、加藤慎介、だった可能性が高いという。高瀬と早乙女家のつながりが判明すれば、真相に近づけるに違いない。しかし、高瀬はすでに学校を辞めて行方不明だった。パーティー当日、一葉は料理の傍ら、早乙女家の内部を探る。一葉が秋代の部屋に盗聴器を仕掛けようとしたとき、秋代の息子、凛太郎、塩野明久が現れる。